いや、はい、どうもこんにちは。はい、装備はこんな感じ。ちょっとね、装備変えると見た目も変わるそうです。今回はエレンで調査任務をやりたいと思います。ちょっと前回の動画からだいぶ進みましたけど、前はね、ここら辺をやってたんだけど、もうこんなに出ました。南部未踏戦域だ。まあ、ここら辺の難易度はちょっとやばいな。結構進んじゃいましたね。まあだけどストーリーモードもいずれやろうかと思ってますが、まあ全部解放できたら一気に出していこうと思います。ということで今回はこの機甲種襲来、訓練地の拠点に機甲種が襲いかかる、苦戦する味方を援護し巨人を撃退せよ、やっていきます。行くぞ。さて、操作もだいぶね、慣れてきました。仲間の準備は援護し巨人を討伐せよ。巨人はどこだ？あっちはもう最終目標の方向だから。飛行士か。どこどこ？王国無理場目標地点、あそこか。出た出た出た。この敵へ使い手が待ってる。絶対に助け出してみせる。俺も行ってやるから、せいぜい悔いが残らねえよ。エレンはね、巨人化できるのが一番のいいところですね。巨人化するとね、もう無双状態されてる。うわ、こいつめっちゃこっち向いてくるの。よっしゃ。で、これはね、ちょっと待った。うわ、食われてる。守りきれば私たちの勝ちだ。あ、喋る余裕ないわ。喋ろうと思うと巨人が出てくる。もう難易度高いとこだからね。いくら慣れたと言っても余裕はない。拠点の防衛に成功。全部の救援要塞をクリアして、で、巨人をね、一定数討伐すると緊急任務っていうものが発生します。それを目指してやっていく感じだね。よいしょよいしょ。敵が近くにいないな。あ、いたいたいた。巨人最強。巨人、エレン巨人最強。苦戦してやがる。これもうボスもね、結構簡単に倒しちゃうからね。よし、作戦を進めよう。強い強い。ただ一定時間経つと戻っちゃいます。もちろんずっとなったら最強だから。操作は結構簡単です。よいしょ。よいしょ。ね、このターゲットするところのなんか黄色いちっちゃい粒みたいなマークがあるのね。そこを破壊するとあれです、素材が手に入ります。武器を強化したりとか。そこを破壊してとどめという感じで倒していくんですね。キョキョ。今度は人類の番だ。俺たちが巨人を食い尽くしてやる。諦めない気持ちが勝利を呼ぶんだ。ちっちゃい巨人。
うわ、もう巨人は見慣れたから、ね、滅多なことじゃびっくりしないぞ。あ、捕まってる。よし、助けたりすると仲間としてねついてきてくれます。作戦開始までエルヴィンを護衛せよ。どこだ、あ、出た。うわ、後ろに太いのがいるぞ。こっちにも来てる。うわ、いっぱい来てる。どうしようかな、あのキャラク左下にねキャラクターの顔があると思うんですが、その横に今ね黄色オレンジでねゲージが光ってると思うんですが、それが光ってる状態だと巨人化できます。他のキャラクターだと能力がアップするっていう感じで。巨人化しよう、敵いっぱいいる。投げ技とかね。どこから来たお前。あ、どんどん湧いてくんのか。さらに出現。おうら、すげえダメージがすごい。もういないだろ。オッケー、終わった。ガシガシガシ、一撃で死ぬんだけど、とりあえず殴る、とりあえず殴られる巨人たち。ガシガシ、よし、こっちが全滅したな。オッケーオッケー、ダッシュとかできないのかな。ダッシュちょっと移動が遅いのがなんだね。ここもちょっと遅い、隙がいっぱいという。よっしゃ、うわ巨人いっぱいいるな。捕まってんじゃん、ある。ほら今助ける。お腹がすげえ。よいしょ、オッケーオッケー。なんだお前。よし、あ、出た出た、上の方かな。緊急討伐ってね、強いのが出てきます。この緊急討伐っていう敵の方が最後に出てくる最終任務のボスより強いです。あ、巨人化できねえ、残しとけよかった。あの巨人は新兵の手に甘い。うわ、すごい体力ある。こいつは強いぞ。足の素材が欲しい。ほら、次は腕を、あ、木に、あ、木が、このワイヤーと巨人の間に木があるとね、ワイヤーが外れちゃうから、ワイヤーでいいのか、立体軌道のワイヤー。あぶね、オッケーオッケー、破壊したかな。あともう一個の足、でね、巨人の体力の下になんか変なマークがあるんだけど、それはアイテムですね。このアイテムが効くっていう、これは音爆弾みたいな、耳を塞いでるね。これで隙を作ったりとかもできます。でこういう強いボス系の巨人はね、あのうなじを手でガードするので、手を破壊してからうなじを攻撃していきます。さ
な。よし、オッケー。結構簡単。エレン強いな。よしよしよし、これ爽快、すごい爽快。これよく再現したなと思うよ、ゲームで。この爽快な感じ。で、あのびっくりマークに行くと最終目標が出てくる。で、女型の巨人。女型の巨人だって。うわやばい。うわ、キックとかしてくる。あ、これ大砲とか、大砲とかもできるんだよね。罠とかも。あれだ、これどこだ、痛い痛い。足を、効いた効いた。V 破壊をしとこう。わ、来た、こっちに。怒ってる怒ってる。よし、足破壊した。あ、破壊したっぽい。うわ、怖え。よし、強いね。他にも地面にある罠とかもあってね。これかな、これとか。思い知ったか、これが人類の力だ。強いね、人類。戦闘勝利。次の戦闘に備えるぞ。というわけでオールエスト。うん、結構この難易度でも15分以内にいけるもんだね。もっとかかっちゃうのかと思ったけど、よかった。いや、はい、というわけでエレンでした。まあ、こんな感じでいろんなキャラ、いろんなキャラ、いろんな衣装でやっていこうと思います。でストーリークエストは一通りね、解放できたら動画でもアップしていこうかなと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。